リーンソッシーのラジオ歴史小話じゃか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 ということで今回も始まりました現代を過去から学ぶそんなラジ歴の時間ですけれども今回はこう大航海時代っていうものについて改めて向き合っていきたいと思うんですけれどもなんで大航海時代が必要だったかなぜ それはなぜ海を渡る必要があったのかっていうことの問いですかね。そう,そういうことです。なんでわざわざ海を渡らなきゃいけなかったのか例えば江戸時代の日本人は海なんて渡る必要なかったわけです。そうですねそれじゃなくても幸せに暮らせてたわけですよ、はい、歌舞伎とか文化はどんどん発展していったわけです争いもなかったとなくこうみんな平和に暮らしていた中でなぜヨーロッパは大航海時代なんてものが必要だったのか。 海の向こうに幸せが待っていると想像していても立ってもいられなくなったなぜ想像したんでしょうねなぜ想像したかなんか今そんなこと考えたら海の向こうに何があるのかって想像したら見に行きたくなったっていう <laughs> <laughs> なるほどでもそれに命かけられますかって かけちゃう人がいた,いたわけですけれども、はい、まあやっぱりそこには必然的な要因がないと人間何かチャレンジっていうのを大々的に誰か一人のこうドン・キホーテというのは出てくるかもしれないですけれどもやっぱそれが大航海時代というふうにして歴史を動かしていく原動力になっていくっていうことはそこに何かもっと具体的な影響作用そういったものが出てこなきゃいけない。 わけけなんですけれども、うん、一つ大きいのは、やはり宗教的なポイントになってきますけれども、地中海っていうものがこうイスラム教に当選もされちゃってたということ、うん、一つこれが大きい要因としてありますねと、はいで、その一方で、じゃあそこから先、リカバリーショットをどうやって打っていくんだということでこう、インドとの交易とか香辛料が欲しい。うん、で特に いいこうそういった香辛料とかそういったものっていうのは熱帯地域じゃないと取れないんですよね。ということはヨーロッパでは取れません取れないですね、寒い, <laughs> 寒いヨーロッパでは取れないので、じゃあそのヨーロッパからどういうふうに行こうかっていうまず貿易上の課題、はい、そういった問題をクリアにしていくために大航海時代っていうものが一つ生まれてきたということですね。うん、海の向こうに何があるか っていうのは実は大航海時代は問題ではなくてどうやったらインドに行けるかもっとっ具体的だったんですねそうなんです、はい、でそれで西地球っていうのは丸いらしいぞとっていうことは西に行けばインドに行けんじゃねえかっていうことで行ったらアメリカを見つけちゃったっていうインドの前にアメリカを見つけたとそうなんですん西に行こうとインだからインディアンっていうわけなんですよ昔コロンブスはこう西に行けばインドにたどり着く で実際行ったらこうあのー、白人とは違う系統の、うん、お人たちが住んでいる土地に出会った。はい、で彼らのことをだからインディアンって呼んだんですね。でインド人って意味なんです。でもその でもインド人じゃないから、インディアンっておかしいよねってことで、今ではネイティブアメリカンということで、アメリカの、もともとアメリカに住んでいた人たちという呼ばれ方、呼び方をしているわけですけれども、こういったところが、なぜインディアンかっていうところも含めて、大航海時代が始まった最初の理由というのは、やはりインドに来たかった、香辛料を手に入れたかったっていうことが大きかったんですね明確な理由がありまそれににさらに付随してこうイスラム教 の圧迫が強かったのでもっと、あのー、キリスト教国を増やしたいっていう宗教上の要請、はいうん、これも非常に大きかった。 元々地中海は通れたんですか昔は通れましたね、それはだってイスラム教徒が支配してたわけではないので。というん、ってことですよねで、そこで香辛料の存在をもうすでに知ってにもちろん、もちろん、ローマ帝国、シルクロードを渡って手に入ってたわけです、これがもともと十字軍運動なんかっていうのも、はい、結局はそこの交易路を確保していくためにどうやっていくのかっていう、<ー>そういった経済上の要請もあったわけですし。はい だそれがこう反対側地中海の向こう側ヨーロッパの反対側が全部オスマントルコになってしまったそうなっていくと通れなくなって、うん、どうやって香辛料手に入れようか新しい航路が必要だと、うん、まあこんな順番で考えてもらえるといいのかなと思いますね、うん、そういうただそのいつまでも制圧されているだけじゃあのい,かない,いけないということでキリスト教の布教っていうのも文脈としてあっ,文脈として,あって。<ー>それでキリスト教の力もふ うん、力をつけていこう交易、はい、をオスマントルコとかトルコ経由地中海貿易に頼らなければ、うん、他のルートが確立すれば当然それがそのまま国益にもなっていくわけですので、うん、ただ海軍力っていうものがどんどん力強くなっていく<う>要は地中海っていうのは内海ですから、はい、そんなに荒れないんですよね、うん、ところがこう大西洋とか、あのー、まさに ですか「タイタニック」は沈没したこともでも分かるようにうやっぱ荒れる海だったりとかもするわけです、はい、そうすると航海術っていうのは強くなっていくわけですしうで一方こうアフリカ大陸経由アフリカ南方希望法っていうとこを回って、はい、こうインドに行く航路っていうのは確立されていくわけなんですけれども、はい、じゃあア,フリカアメリカ大陸を 下ってアメリカ大陸を渡ってはいけないのかということでマゼランっていう人がまあマゼラン海峡っていうのを見つけてそこから太平洋に出ていくわけですけれども太平洋の方はまあ穏やかな海だったんですが穏やかすぎて風がないんですよね。ってことは結構こう反戦としては進まないことでなかなかこう難しい航路にもなっていくわけですし島 というのも結構限られているので、うん、結構その島々をしっかりと把握していくっていうことが大切になっていくなので、あのー、大航海時代を通していろんな島が見つかってもいきますし、うん、いろんな航路が開発開拓されていくわけですけれども、うんあのー、やっぱりその海軍力とか航海術、うん、こういったものがどんどん発展していく、うん、いろんな工夫をしていかないとこう。 成長ができなななないいいうようよ状態になっていくわけんだから最初こう圧倒的に東洋広い意味での東洋というのは、まあ、オスマントルコだったりとかインドだったりとか中国、はい、こういった国々の方がはるかに文明的にも文化的にもーヨーロッパよりも先進的だったのが、はい、こういつの間にかヨーロッパに逆転されていってしまう,うん、うん、その一つの文脈のスタートとして大航海時代。 ここで技術力とかいろんなものが発展していく、うん、だってね冷静に考えたらアヘン戦争って19世紀に中国とありましたけれどもだってわざわざイギリスは中国まで行くわけです <laughs> もうその時点で普通だったら疲れるわけですよ <laughs> 疲れますし今飛行機で行ってもイギリスからね東京って結構遠いですよ遠いですし、うん、だってねだから遠くはるばるやってきた日露戦争の時にバルチック艦隊 が一生懸命回って、くるっと回って日本にやってきたときには、だいぶ疲れてたわけです。うんはい、で、日本、ね、それだけじゃないですよ。もちろん、それだけじゃないですけれども、一つは。そうやって騎兵させた上で叩き潰したっていう。うん、こう、文脈が日露戦争はあるわけで。はい、で、それに対して、こう、アヘン戦争の時にはそれができなかった。うん、で、そういった面でも、やはりその圧倒的な技術力だったりとか、航海、うん、航路。 まあ、もちろんねあへんあのイギリスからはるばる行ったっていうわけではなくてインドとか途中に基地は、うん、あのいっぱいあるので単純にこうロシアとイギリスっていうのを比較はできないんですけれども、うん、あのいずれにしろそういった海軍力航海術技術力こういったものを発展させていく大きなきっかけになっていくものが実はヨーロッパが後進国だった、うん、発展途上だったっていうところから。うん こう大きくそこからどうやったらリカバリーができるかっていう原動力としてえいろんなものが作用して一つ大航海時代っていうのが大きな分岐点になった、うんうん、その前に十字軍活動っていうのは大失敗に終わってしまったわけですから。はい そういったことからもやはり海の力、うん、そこで学んだ航海術っていうことが大きな影響をもたらした、うん、世界史における大きな流れを決めていったっていうことでインパクトのある時代だったんだろうなと思っています、うん、なるほどありがとうございます大航海時代その海を渡るの源泉に僕は今お話聞いてまあ技術文化の繁栄のその差があの ヨーロッパと、えー、中,中東というか、そこで差が出てきたのも面白いですし、その背景に香辛料という、やっぱ食欲、そこに、まあ、あの素直に忠実にあの立ち向かった結果が、そういうのを導いたのかなと思っ、そういう目線でも面白いかなと思いました。ありがとうございます。ラジオ歴史小話のお相手は、リートンとソッシーでした。